ダン・ムリソンはアメリカ合衆国のプロレスラー。オハイオ州、ペッパーパイク出身。ダニード・リングのリングネームで知られる。1996年、プロレスラーになるために ECW が主催するトレーニングセンターであるハウス・オブ・ハード・コアに入門。たず、ペリー・サターンに支持し、同年には ECW のロースターに登録され、1997年に プロレスラーデビューを果たした。デビュー後、正当派のレスリングを主軸としたスタイルに加えて地味であったということもあり、観客から自身のリングネームと引っ掛けてボーリングちゃんと浴びせられていたことにより、同年12月、女たらしのキザなナ,ナルシストギミックへと変更。また、同じくハウスオブハードコア出身であるロードキルとタッグチームを結成。ノバンド。 クリス・チェッキと2年間の長期構想を経て、ECW 世界タッグ王座を狙うようになり、インパクトプレイヤーズ、ニューデンジャラス・アライアンス、FBI、レーベントミードリーマーといったタッグチームと激闘を繰り広げ、2000年12月3日、PPV であるマスタークローン・サンフォース・ストリートにて FBI を破り、念願の ECW 世界タッグ王座を手に入れるとともに、 ECW 最後のタッグ王者となった。2001年、ECW が崩壊。ECW のレスラーの一部が WWF と契約を結んで入団する中、ロードキルとドーリングはフリーランスで活動していくことを選択。NWA フロリダ、XPW など多くのインディー団体に参戦し、2002年11月19日には、WWE の前座番組であるベロシティに、 出場し、ビルデモットと対戦するが敗戦した。2003年8月6日、ティネに参戦。ティネ、X デビジョン王座争奪4ウェイマッチに出場し、王者のマイケル・シェーン、ジョーイー・マシューズ、シャーク・ボーイと対戦するが王座をダッシュするに、至らなかった。10月15日には、ロードキルとタッグを組んで、かつて ECW でしのぎを削り合ったライバルである。 ダイヤモンドスウィンガーと対戦して勝利し、同月22日には、ダイヤモンドスウィンガーとの再戦にて、NWA 世界タッグ王座をかけて対戦するが、敗戦し、ダッシュするに至らなかった。2005年、WWE が ECW リユニオン賞である ECW ワンナイト、スタンドを開催した煽りを受けて、シェーン・ダグラス、レーベンが中心となって開催した ECW リユニオン賞。 ハードコアホームカミングに参戦し、ブルーミーニーやクリス・チェッティといった往年の ECW、オリジナルメンバーたちと対戦した。ECW ワンナイトスタンドをきっかけに、WWE は ECW のレスラーの多くを入団させ、またロードキルとドーリングも同じく契約を交わし入団。2006年6月13日、ECW 初回放送での勝者は、 ジョン・シナトの試合する権利を得ることができるバトルロイヤルマッチに出場するがビッグショーから落とされた辛くとなった。以降、ロードキルトのタッグを組む機会もなく ECW での出番はダークマッチかハウスショーの出場がある時になり12月に WWE から解雇となった。WWE 解雇後 MCW や F1 を中心に多くのインディー団体に参戦。 2012年10月6日、トミードリーマーが主催し、旗揚げ戦となる法に参戦。名優のロードキルと組んで FBI と対戦して、勝利を飾った。2013年11月9日には、法にて、ハードコアランブルマッチに出場している。他、アメリカのインディー団体を中心に、多くのタイトルを獲得。ありがとうございます。